どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、2月の24日ということで、本日ね、とうとうこちらのマリオットボンボイクレジットカードがですね、新規発行が開始になります。ということで今回の動画はですね、マリオットボンボイアメックスクレジットカードのですね、新規入会キャンペーン開設ということで動画ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボイクレジットカードの新規入会キャンペーンですね、ノーマルカード、プレミアムカードね、両方出るんですけども、ノーマルカードの方はですね、正直ね、もともとですね、ちょっとカードステータスっていうかですね、付帯特典がね、ちょっと弱いかなというふうに思っているわけなんですけども、プレミアムカードなんですね。今回、年間400万円ね、決済すると、プラチナステータスがね、付与されるっていうことが分かってですね、発行されたいっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、新規入会キャンペーンが、このね、プレミアムカードの方はですね、かなりね、すごいっていうふうになっておりますんで、一撃でね、マリオットボンボイポイントね、獲得されたい方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、マリオットボンボイノーマルカードの方ですね、年会費2万3100円の方ですね、新規入会後ですね、3ヶ月以内に30万円の決済で1万ポイント、3ヶ月以内に45万円の利用で2万ポイント、半年以内に75万円の利用で2万5000ポイントということで、またね、75万円分の通常の利用分をね、入れていただくと、プラスね、1万5000ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、こちらですね、全部クリアしていただくと、合計ね、7万ポイントをね、獲得することができます。でですね、先にね、プレミアムカードの方をね、紹介していきたいなと思うんですけども、マリオットボンボイプレミアムカードですね、こちらは年会費が4万9500円のね、クレジットカードっていう風になっておりまして、入会後3ヶ月以内に30万円の決済で3万ポイント、3ヶ月以内に75万円の利用で3万5000ポイント、またね、半年以内に150万円のカードの利用で9万ポイントということで、こちらね、150万円の決済分4万5000ポイントをね、入れていただくと、合計ね、20万ポイントがね、獲得することができるっていった形になるんですよね。いやね、この新規入会キャンペーンね、すごいですよね。ちょっとね、最初聞いた時ね、かなり驚きました。20万ポイントですからね、本当にめちゃくちゃすごいですよね。でですね、注意しておいていただきたいのは、ノーマルカードでいう75万円利用していただくと1万5000ポイントの部分ですね。で、プレミアムカードでいう150万円の利用分の4万5000ポイントですね。この2つに関してはですね、通常のね、ポイントが付与される決済先であれば、まあ、このポイントがね、獲得することができるんですけども、アメックスの場合はですね、税金とかですね、半減したりとか、aupay とかもね、チャージとかね、できるんですけども、ここもね、ポイント半額になったりするんですよね。ですので、ここら辺ね、注意してください。75万円利用していただくと1万5000ポイント、プレミアムカードの方は150万円利用していただくと4万5000ポイントって入れてるわけなんですけども、こちらね、あくまで通常決済分っていう風になりますんで、ポイントがね、普通に付与される決済先であればですね、この通りに付与されるんですけども、まあ、税金とかね、aupay のチャージとかね、そういったところで利用してしまうと、こちらね、半減したりしますので、この点はね、注意していただきたいなと思います。いやー、それでもね、やっぱり今回のこのキャンペーンね、本当にすごいですね。まあ、特にね、プレミアムカードの方はですね、まあ、年会費ね、4万9500円ということで、年会費も高いわけなんですけども、今回この新規入会キャンペーンでね、半年で150万円利用すると、まあ、合計で20万ポイントね、獲得することができるわけなんですけども、今までね、SPG アメックスのキャンペーンって、2021年ね、かなりキャンペーン2回ぐらいね、ポイント増量されたわけなんですけども、まあ、増量されてもね、7万5000とか、8万とかね。まあ、そのぐらいのね、ポイント数が限界だったわけなんですけども、これがね、一気に20万ポイントっていうのはね、いや、本当にすごいですね。まあ、マリオットボンボイポイントっていうのは、ちょっとね、今2022年の2月ですけども、3月からですね、ポイントがね、変動制になるっていうのがもう発表されているんですよね。ですので、まあ、20万ポイントもらって、まあ、そのままね、今のカテゴリー8のホテルでも、まあ、20万ポイントだったら2泊できるんですよね。だから、リッツカールトン東京とかでも、この、
キャンペーンね、全部利用して20万ね、獲得できれば、まあそのまま使えればね、2泊できるわけなんですけども、私の動画ね、ずっと見られてる方はね、3月にね、マリオットボンボポイントね、変動制になることね、まあ知っていると思いますので、大丈夫だと思うんですけども、この点はね、注意しといていただきたいなと思います。もしかしたらですね、一応2022年はですね、この、変動制にはなるわけなんですけども、一応ね、仮運用、2022年に関してはね、されるっていう風になりますんで、今のね、カテゴリー別の中で、シーズン制になるっていう話ですので、まあ、これもね、ちょっと始まってみないとね、わかんない部分であるんですけども、一応ね、公式から出てる情報だと、2022年はね、そんな感じなので、多分ね、2泊できると思うんですけども、まあ、保証はね、ちょっとね、外資系っていうね、ところもありますので、まあ、こういった情報もありますのでね、この点はね、注意していただきたいな、っていうふうに思いますかね。まあ、今ね、2月の24日で、まあ、発行ね、できるようになりましたけども、カード手元に来るのね、やっぱり1週間から10日とかかかりますんで、まあ、今、すぐ申し込んだとしても、多分3月の2とか3とかね、まあ、そこら辺にねカード受け取るっていう形になると思いますので、まあ、どんなに早く決済したとしてもですね、まあ、マリオットボンボのねこのカテゴリー変動っていうのがおそらくね3月にねスタートするっていうのが言われてるんですけど、まあ、日付までね出ておりませんので頭で開始するか、まあ、最後の方にね開始になるかちょっとわかんないんですけども、まあ、こういったねところがあるっていうのはですね頭入れといていただきたいなっていうふうに思いますかね。それでもね20万ポイントはね本当にすごいですね。それでは次にですね、マリオットボンボポイントね、今回ね、まあプレミアムカードの方がね、結構このポイント数だと目立つかなっていう感じなんですけども、まあホテルについてはですね、先ほど言った通りですね、ちょっとね、今後、本当にあと1ヶ月以内でね、このマリオットボンボのね、ポイントの状況っていうのはね、かなりね、変わる部分がありますんで、まあなんとも言えない部分はあるんですけども、一応ね、マイルの交換っていうのは、今のところね、解約発表されておりませんので、今のところですよ。海外でね、ナーバスな話が出てるのは、まあ結構あるんですけども、今のところね、変わらないっていう風になっておりますんで、マリオットボンボポイントっていうのは、3対1でね、マイルに交換することができますんで、ノーマルカードが今回のキャンペーンですね。新規入会キャンペーン全部利用すると、75万円の利用で7万ポイント獲得することができるっていう風になりますんで、マリオットボンボポイントっていうのはね、6万ポイントを一気に交換するとですね、本当は2万マイルなんですけども、ボーナス5000マイルつきますんで、2万5000マイルで、プラス1万マイルがありますんで、そのまま交換するとね、2万8300マイルね、交換することができるっていった形になります。で、プレミアムカードの方はですね、20万ポイントっていう風になりますんで、6万ポイントを交換すると2万5000なんで、18万ポイントで7万5000マイルですね。プラス2万残りますんで、それがそのまま交換すると6600マイルっていう風になりますんで、合計すると81600マイルですね。いや、すごいですね。いや、すごいですね。このクレジットカードね、まあ一応、マリオットボンボカードなんですけど、やっぱりね、マイルの交換率がね、非常にいいので、すごいですね。150万円の決済で49500円。まあ、年会費ね、かかりますけども、まあ、マイルに交換するっていうのもね、かなりいいですね。まあ、年会費49500円ということで、まあ、結構高額なんですけども、まあ、家族カードも1枚無料で、まあ、新規入会キャンペーンね、達成できる方はですね、まあ、20万マリオットボンボポイント、もしくは81600マイルね、獲得することができて、またね、マリオットボンボのゴールドステータスで年間400万円決済すれば、プラチナステータスもね、獲得できますし、またね、新規入会キャンペーンで150万円ね、クリアしとけばですね、まあ、無料宿泊特典もね、そこでクリアできてますんで、いやーね、本当にキャンペーンね、もりもりに積んできたっていう感じですね。いやー、かなりすごいですね。それでは次にですね、一応ね、今回2枚出るカードの基本スペックね、一応おさらいしておきたいなと思うんですけども、マリオットボンボイアメリカンエクスプレスカードと、マリオットボンボイプレミアムカードということで、一般カードの方は、2万3100円の年会費ですね、家族カード1枚無料っていう風になります。で、プレミアムカードの方が4万9500円税込みっていう風になっておりまして、こちらもね、1枚のね、家族カードがね、無料っていう風になります。で、まあ、内容、
プレミアムカードのね、中身っていうのは本当にね、SP ジャーメックスがね、そのままっていう風になっておりますので、まあ、異なる点としては、400万円決済していただくと、プラチナステータスになって、宿泊実績がね、更新すると15泊ね、もらえたりですね、150万円ね、決済していただくと、5枚のね、無料宿泊特典がもらえるっていうところですかね。まあ、正直ですね、ノーマルカードはですね、個人的にね、まあ、入会しただけだと、シルバー会員なんですよね。しかも100万円決済してやっとゴールドっていった形になるんで、まあね、しかも還元率がね、プレミアムカードより100円決済で、2ポイントしかたまんないんで、マイルの還元率だとね、これ 0.83 とか81とかそんなもんしかないんですよね、還元率が。ですんでね、まあ個人的にはですね、まあ、ノーマルカードを発行するんであれば、まあ、もうちょっと頑張ってね、年会費は高いですけども、まあ、プレミアムカードね、発行していただくのがね、いいのかなっていうふうに思います。まあ、今回ね、新規入会キャンペーンがね、かなりモリモリできておりますんで、まあ、これ狙ってね、発行するっていうのはですね、かなりいいのではないのかなっていうふうに思います。ということで今回ですね、速報ということでマリオットボンボイカードのですね、新規入会キャンペーンね、解説させていただきましたけども、とうとうね、SPG アメックスの時代が終わって、マリオットボンボイカードのね、始まりっていう感じですね。で、今回ですね、紹介させていただいた、獲得できるポイントの部分に関してなんですけども、アメックスはですね、紹介制度っていうのがありまして、紹介でね、発行していただくと、プラスポイントみたいな感じでね、もらえるっていう風になっておりますんで、今回のね、動画で紹介させていただいたのも、紹介でね、入会していただくと、もらえるっていうポイントになりますんで、もしね、発行検討されている方はですね、概要欄にね、記載しておりますので、活用ねしていただければなと思います。またですね、今回のね、この新規入会キャンペーンの紹介制度自体がですね、スタートするのが今日のね、2月24日の正午ぐらいっていう風に言われておりますので、この動画ね、出たすぐだとちょっとね、紹介のね、URL っていうのをね、お送りすることができませんので、一応ね、連絡だけいただければ返信はいたしますので、まあ、本日中にですね、またね、紹介制度がスタートしたらですね、また紹介 URL ね、お送りさせていただくっていった形になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。